こんにちは、デリッシュキッチンです。丸米の提供でお送りします。ナス2本はガクを取り2等分に切ります。端から5ミリほど内側に浅く切り込みを入れ、スプーンで中身をくり抜きましょう。中身は粗みじん切りにします。ナスは内側を下にして水につけましょう。オリーブオイル大さじ1/2、みじん切りにしたナス、おろしにんにく小さじ1/3をフライパンに入れ、中火で油がなじむまで炒め、丸米、大豆のお肉、ミンチタイプ1袋を加えて炒め合わせます。塩小さじ1/4、胡椒少々を加えて混ぜましょう。天板に水気を切ったナスを並べ、炒めた大豆のお肉を詰めて、ケチャップ適量をかけ、ピザ用チーズ適量を乗せて、トースターでナスに火が通るまで焼いたら完成です。大豆のお肉で低カロリー低脂質、ぜひお試しください。